はい、皆さんこんにちは、ゆうりです。前回見ていただいてありがとうございます。今回はですね、私の購入品をご紹介していきたいと思ってます。こういう日、アクセサリーとかバッグとかなんですけど、ちょっと年末年始セールしてたんで速攻買いに行っちゃいました。で、まず H&M で買った商品を紹介していきます。 iPhone ケース新しく買いました。クロコダイルみたいなね、柄めっちゃゴージャスで可愛いんですけど、999円です。 H&M で多分今でも売ってますね。安かったんで速攻買っちゃいました。なんかね、結構生地はまあ柔らかい系かな、まあ、私はすごいお気に入りで使ってます。 iPhone のこれ 5S とか5かな、あ、違う 5S じゃない、そう、6と 6S 対応の iPhone になります。続きまして、私の大好きなネックレス、石です。これ1199円で買いました。安いよね。めっちゃ可愛い石、なんか食べたくなる、甘そう、砂糖みたいもうすぐね、糖分のことばっか考えちゃうんですよ、ほんまに。だからね、こんなパンパンになるんですよね。もう大変やわ。で、めっちゃ可愛くて、これはね、速攻買っちゃったね。ぜひ H&M 寄ってみてください。これあともう一つ種類あったかな、なんかね、グリーン、なんかちょっと大理石っぽい感じの あのカラーのやつもあったんで、気になった方ぜひ見てみてください。1199円ですね。なんかここの、上の部分が石になってて、下がカーテンのサラサラみたいな、なんて言ったらいいんや、分からない何ていう種類か忘れた、なんて名前やったけど、そう、でもすごい可愛いからおしゃれやなと思って買っちゃいました。グレーね、シルバーとグレーですね。すごい女性らしくて大人っぽいなと思って買っちゃいました。私結構ね、ピアスちょんってしたのも好きなんですけど、どっちかっていうとこうロングで大きいのが好きなんですよ。こう言ったら、なんて言うんですかね、結構私服自体どうなんやろ、派手なんかな、わかんないですけど、結構その無地ばっか着るんで、アクセサリーとかでもアクセントつけちゃう感じですかね。言ったら真っ黒の中にこれ一つと、アクセサリーでトンとこうちょっとゴージャスな感じにしちゃうのが私のいつものそのコーデの仕方なので、こういうゴージャス系すぐ目に行って買っちゃいますね。あとね、ピアス大きい方がちょっと小顔に見えます。ベイビーに買っちゃいました、 H&M。 まあね、これはね、普段つけるっていうよりもちょっと記念撮影の時に使おうかなと思って買ったんですけど、まあ赤ちゃんは嫌がるでしょうね。嫌がっちゃうかもな。まあセルフでまた写真撮りたいなと思ってて、リボンとお花、頭につけるカチューシャみたいな感じのやつ、もう可愛くて、なんかしなけど買っちゃいますよね。なんかね、可愛くてね、無駄になるかもっていうの、嫌がる子結構多かったりするからちょっとあれやけど、でもやっぱ欲しくなっちゃって買っちゃいました。可愛いですよねっていうので、これを購入してこれを購入しました。まあ、H&M 今結構ほんまに安くていいので、ぜひやってみてください。もう推し、結構今回の冬のアクセサリーはめちゃめちゃ可愛いです。一押しかな。なんか夏も可愛かったんですけど、今回もうやばいと思って買っちゃいました。はい、結構売り切れるかもしれないんで、皆さん急いで行ってみてくださいね。ザラでセール、めっちゃ安かったんで買っちゃいました。1290円のピアスですね。こんな風に包んで、下の部分がパールになってるんで、大人らしさがあって落ち着いてる品のあるピアスやと思うんです。すっごいで、ゴールドで結構ゴージャス風になってるんで、まあ、派手なファッションしたい時でもいけるし、あとは落ち着いたファッションの時でも使えるから、やっぱパールってね、大人っぽさがあるのですごくいいと思います。しかも安いし、セールで1290円、もう速攻買っちゃいました。ザラまだ行ってない方ぜひ行ってみてください。セールしてると思うんで、もう今すぐにでも行っちゃってください。可愛いです。子供とね、外を出かける時とか、やっぱカバン大きいのがいいなと思って、そういや私持ってなかったなと思って、大きいカバンも、ちっちゃいバッグばっか持ってたから、どうしようかなと思って買ったんですよ。これもセールしてて、これいくらや、3990円。中開いてて、しかも
もう一つこれ入ってたんですよ、中にね入れるやつ。それで例えばおむつであったりとか、あのいろんなもの入りますよね、おむつ哺乳瓶とか。なんであのやっぱバッグは大きい方がいいなと思って。でしかもあのこのカバン自体が口大きいからめっちゃ入るんですよ。だからめっちゃいいなと思って、もうこれ速攻買って使ってます。使ってますちゃうわ、これから使います。あの元の値段自体がやっぱ結構値段ザラするじゃないですか。それが言ったら約 H&M と同じぐらいの安さで買えるから、まああのすごくいいよなと思って買っちゃいました。で黒やとね合わせやすいしシンプルなんでいいかなと思って。私結構ねバッグはね赤とかも緑とかも好きなんですけど、やっぱ黒が一番ねあのシンプルでおしゃれやなって思って黒買っちゃいました。なんかあの聞いたんですけど黒って原色らしいです、なんかね言ってました。黒は原色やから結構派手な色らしいですよ、ね、原色、ね、びっくり。あと2つかな買ったのがあるんですけど、これはね1200円ぐらいで買いました。これどこで買ったかっていうとフォーマックで買いました。なんかコーナーとかねそういうねなんて言ったらいいんやろ、あのいろんなの売ってるガムテープとか売ってるとこなんですけどそこで買いました。でこれね結構ここの部分が可愛いから、でゴールドでね、なんて言うんやろ、ここ全部がゴールドじゃないからすごいいいですよね、落ち着いてて。これはね旦那と2人で愛用してます。旦那もこれつけてます。結構お気に入りです。でやっぱねあの高いのってすごくいいと思うんですけど、安くても全然いいのあるし可愛いしおしゃれやしいいと思います。はい、本幕、まあ、安くてだから探せば結構見つかるもんやったからいいなって思いますね。うん、安かったです。でもう一つ、ようやく見つけたんですけど、あの私がいつも使ってるダイソーのアイブロウなんですけどね、あの涙袋とかに使ってる、皆さん見てると思うんですけど、あれ結構私ももうなくなりかけてて、ダイソーどこ探してもなかったんですけど、ようやく見つけました。これです、この種類、滑らかペンシルアイブロウ。これはほんまにやばい、ほんまに柔らかいし使いやすいし馴染むんで、このアイブロウは100均やのにいいっていう。なんか100均って結構こう硬くてあんまかけへんイメージあるけど、これはねほんまに滑らかで柔らかいんですごくおすすめしてます。はい、ぜひダイソーの方見てみてください。ということで今回は、私の購入品でした。まあ年末年始セールしてたんで買いに行っちゃったんで、まだ皆さんセールしてると思うので、ぜひぜひあのお買い物、お年玉でもお買い物行っちゃってください。やっぱ安くてどれだけ買えるか、安くてどれだけおしゃれができるかっていうのは私のやり方ではあるので、もちろん高いのもいいけどな、今はちょっとまだね無理なんで、はいちょっとリアルすぎるけど。ということで今回は私の購入品でした。ではまた次回お会いしましょう。バイ。